こんばんは、ミニマルワードローブチャンネルの星葉雄です。この番組ではファッションに関するお悩みについていろいろお答えしていきたいなと思っております。ということで今日もですね、悩み大きい、直樹君に来てもらっていろいろお話を伺っていこうと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今回は、はい、何悩み？今回は寒くなってきたので、うん、確かに、はい、まだ俺 T シャツだけど、ね、そうだから寒いんですよ、見てて寒いよね。寒い。で、ウールのコート探してて、ちょっとおすすめなウールのコートを聞きたいなっていうシンプルな悩みです。ウールのコート、いつ着るの？今ですか？いやいや、どんな感じの？仕事でも着たいし、普段でも着たいし、あ、一着でいろいろ着れるって。まあ一番いいんですけど、そうじゃなくても、まあどっちかでも休日とか、どちらがいいかなとは思ってます。色は？色も聞きたかったです。どれがいいのか。ブラックがいいのか、ネイビーがいいのか、それともまた違うカーキなのか、キャラメルなのか、いろいろ色ある。普段でも黒多くなかったっけ？普段はもう、星葉さん崇拝してるんで黒が。黒多いよね。え、でも、スーツとかは？スーツも、勉強して、うん、まあでも黒っていうよりもやっぱりグレーネイビー。おー、あ、じゃあいずれにしてもモノトーンなんだね。モノトーンですね。あ、まあ、ちょっとストライプが。入るぐらい。実は、いろんなブランド今年手が出てて、はい、そのうち、例えばトレンタセッタンタン、ミットだったりとか、はい、K3B のダイロンだったりとか、はい、まあいろいろやってるんだけど、あんまりまだ紹介してないブランドがあって、モーブって言うんだけど。モーブ？モーブ。MOVB って。実は今持ってきてて、これがモーブ。これはどこのブランドなんですか？これね、日本なんだけど、日本。これも日本。愛知一宮ってどうなの？あれですか？スーツの。あ、そうそう、一宮。ね、うん、あ、愛知の一宮って実はどういう場所かっていうと、日本のウールの一大産地、世界三大ウール産地って。はい。で、どこかっていうと、一つはイギリス。イギリスのマンチェスターのちょっと上の方に行くと、ハダスフィールド。ハダスフィールド、うん、そこがウール生地の一番有名な場所。へぇー。で、イギリスじゃん。で、二つ目が実はイタリアにビエラっていう地区で、はい、そこも実はウールの産地なんです。で、実はイギリスのハダスフィールドも、はい、イタリアのビエラも両方とも行ってるんですけど、はい。で、そのもう一つ、じゃあ世界の三大ウールの産地ってどこですかって言ったら、日本の愛知の美酒、一宮。へぇー、知らなかった。そのブランドが実はモーブっていう新しいブランドで、MOVB って書くのね、こうちょっと。次、はい、ね、タブがあるんだけど。ああ、いいですね。うん。VB。これどういう意味かっていうと、わ、はい、かりやすく言うと、動く。だから、めちゃめちゃ動きやすいんだよ。ウールジャージなんだけど。これあれですよ、この間の。一緒です。あ、そうそうそう。そうですね。そう一緒ですよね、最初の時の。うん。それのコートが。それのコートが。で、これって、モーブって、まあさっき動くって言ってたんだけど、はい、モビメントっていうイタリア語と、はい、この V は、ベスティートって言って、まあ洋服みたいなことを言うイタリア語で。で、B は、ベレッタ、美しい。で、合わせてモーブっていう意味なんだけど、これも造語なのね。だからシンプルで本当にかっこよくて、とにかく動きやすくてっていう、もう今さ、ほらコロナ禍になってさ、働くスタイルがどんどん変わってきてるじゃん、はいはい、そういう人にとってはこういう黒のまさにセットアップ、ちょっと一回着てみていいですか。むちゃくちゃ着やすいよ。いいな。すっげえ動くんだよこれ。ただそのまんまカーディガンの上に着ててもカーディガンと同じだよね。本当ですね。カーディガン、じゃカーディガンじゃんみたいな、はい、カーディガン。ああ、似合う似合う。着やすくない？着やすいですね。動きやすさは。はい。もう、すごい。そうなんだよね、はい。で、これパンツも同じ素材があって。パンツで動きやすくて。これももうめちゃめちゃ動く。伸びるんだよね。ええー、あ、いいですね。これでじゃあセットアップで。いけるんだけど。あ、これいいですね。で、これで、まあ、なんか T シャツでそのままでいいんだけど。さらに、この上にコートって。はい。で、コートも伸びる。コートも伸びるんですか？そう。ええー。実はそのコート持ってきたのはこれなんだけど。で黒、キャメル、はいはい、グレー、まあ、あと一応ネイビーってなって、いろんな色があるんだけど、男の人がかっこよく見えるのこの4色ぐらいなんですね。グレーのコートもあるんですか？グレーもある。で、それをちょっと今、お見せしようかなと思うんだけど、これね、その上に、はい、例えばね、着ても、これが伸びんだよね。伸びるコートってなかなかないと思うんだけど、はいはい、で、これも、ウールで、しかもちょっとね、これダブルなんだけど、ワンアンドハーフって言って、ワンアンドハーフ、ワンアンドハーフ、要するに1と2分の1、はい、普通だったら2のダブルなんだけど、はい、要するにダブルの間隔が広い、普通は、
で、そうするとクラシックすぎちゃうから、もっとシングルみたいに着る感じで作ったのがこのワンアンドハーフっていう、まあ、軽くダブル着ようぜっていう。で、しかもこれちょっと肩のラインがちょっと丸くできてると思う。見える、はいはい、ちょっとレディースのトレンドほんのちょっと入れてて、ドロップショルダーが入る。前はこういう風にセットイン。でも後ろはラグなんですね。わかる？あ、すごい。そういう風になったんだよ。なので、こう、見え方が違うんですね。見え方が違うのと丸いんだよね。丸くできてる。で、これ実はその、はい、着てるスーツもそうなんだけど、はい、PTS 縫製って言って、はい、これね、なかなか説明しづらいんだけど、はい、要するに、こうやって生地があるじゃない。はい、で生地がこうあって、生地と生地をさ、縫うときってさ、はい、本当は、こここうやってやって重ねてここを縫っていったりするんだ、はい、これ重ねて縫ってね、はい、要するに生地と生地をこのまんまこうつけてでそこを縫っていく、縫ってその技術ってできないの。へぇー、特許なんだよ実は。あ、そうなんですね、うん、で、だからこことかさ、はい、フラットして、いや、そうですね、すごい。で、これもフラットなんだよ、はい、このあれジャケットもうここの、そうだからすっすごい軽くできてるの。軽いし、動きやすいし、で、あったかいし。で、これ、値段が、ちょっとびっくりするんだけど、値段いくらか知ってる？ジャケットは値段いくらか知ってる？僕いくらですか？ジャケットでだいたい5万9千円ぐらい。に、実はこのコート6万9千円なんです。えぇ、ー、値付けが、値付けが、マジでみたいな。値付けが、俺もね、なんか、間違えちゃったんじゃないですか。なんかちょっと多分値付け間違えてんじゃないかなと思う。寝ながらやってたんじゃないですか、こう。だけど、皆さんにいいものをちょっとちゃんと提供したいっていうことで、これもね、ちょっと着てみて。はい、で、その、これ上からでいいですか？じゃあさ、一回、ちょっとカーディガン脱いで、はい、ジャケット一回着て、はい、ジャケットをさ、見たら、気持ちいいんだよね。気持ちいいです。ウールジャージ。すごい。めちゃくちゃ楽でしょ。全く、はい。で、これ楽じゃん。はい、どう動いてて。もう最高です。で、これちょっと一回着てみて。あ、いいですか？着てみて。どう？あ、すごい。楽なんだよね。コートって大体その、かさばっ重いじゃん、重くてかさばった上に着るからより、なんかこう、グズっていうか似合う。これかっこいいよ。黒で、こう、半分だし。あの、ダブルの合わせが。うん、これも、止めるなら、真ん中だろうね。真ん中だけ。真ん中でもいいし、あと、上二つでもいいし、全然。うん。ああ、そうなんですね。すごい。俺は大体開けてきちゃうと思うけどね。このコートいい、ね、これじゃないのね。はい、うん。やっぱネイ、これネイ、ブラック、これブラック。これ黒。これなんか。俺ちなみに買ったの黒。あ、そうなんですね。黒のダブル。どう？いや、すっごい着やすい。着心地いいですよ、ね。てか、むちゃくちゃ似合う。本当ですか？これ買えば？これ欲しいですね。6万9千円で。6万9千円はいいですね、うん。めちゃくちゃいい。似合う。コートで。しかもあったかくて、動きやすくて。し、トレンドの形もちゃんと押さえてて、はい、でも、これ、スーツに似合うからね。そうですね。全然 OK。これってちなみにウールじゃないですか。うん、中が例えばその、デニムでも全然大丈夫。スニーカーでも全然 OK。スニーカーで着るとこういうちょっとリモートみたいなスタイルになれるし、はい、全然今のままでいい。ストレッチが効いたようなとか、あのケースリビーとか、もうもちろんでも全然大丈夫。なんかトレンタセッタンタンのニットをシンプルに着て、白い T シャツチラッと見せて、黒のニットで黒のなんかウールジャージの感じのスニーカーとか、はい、でも悩ませるのは申し訳ないんだけど、はい、こういうのもあるんだよ、色で。いや、ずっと気になってましたよ、そこでチラッチラッって見えるので。これこう着るとこんな感じなんですよ。これはキャネル。いや、もうかっこよすぎですね。これもいいよね。あ、これ襟は立ててもいいですか？でも別にどっち。どっちでもいいです。うん。これも、かっこいいなぁ。伸びるんでね。これ着てみて。いいんですか？でも僕は多分、まだ似合わないと思う。いや、ちょっと一回チャレンジした方がいいと。一、はい、回行ってみた方がいい。絶対。それはまあ、多分第一キープだと思う、ね。はい、第一キープですね。絶対。で、うん、これもいいんじゃないの？キャネル。どうする？似合う、似合う。ああ、いいんじゃない？うん、おぉ。いや、似合うよ。これ、キャメルの方が大人っぽい。大人っぽいし、女性にモテそう。あ、本当ですか？うん。うわ、なんか可愛いイメージになる。うん。これはもう、インナーは、黒、グレー、ネイビー、OK。もう、十分。何でも大丈夫、キャメル。そこで、キャメルのニットでもいいし、黒のタートルとかでもいいし、黒の普通のクルーネックでもいいし、で、下スニーカーでもいいし、はい。このスーツでも。でもね、悩ませて本当申し訳ないんだけど、はいはい、こういうのもあるんだよ。こういう、いや、僕グレーのコートなんて持ってないですか？グレーの、これちょっと決めようか。はい。こういう感じ。これモノトーンだとこういう感じ。あ、
悩みが。これベルテッドなの。あれしかもポケット違うんですか。そう、こっちはチェスター型じゃないですか、はい、シングルのテーラー型でしょ、こっちはちょっとね、こういうふうにちょっと、ベルテッドになってきて、これで、まあ、もちろん、これでもいいんだよ。いや、かっこよすぎですよ。より大人っぽいですね。大人っぽい、そうね、どっちも着れるよね。はい、こっちもスーツでもいけるし。さあ、結果どれ？これ結構難しい。いや難しいですね。これ、大体ベルテッドの時は、大体ここに入れといて、はい。どういう時閉めるんですか？で、別に俺はほとんど閉めない。なんか後ろで縛る人もいますか？いるけど俺はあんまり好きじゃない。外す人もいますね。外しちゃう人もいるけど俺はこうやって入れとく、大体。入れた時に閉める。そうだね。で、なんか、いろいろ使ったりとか。いろいろ、何に使うかって。何も言えなかったですよね。不審みたいな。そうだね。いろいろ使えるんだけど、はい、まあ、黒。黒キャメル、うわぁ、でも。グレー、これ悩むよ、これ。無難に行きたくなりますね。黒行く。俺は黒買っちゃったんだけど、まあ、今、これ着ると、グレーとかキャメルとかもいいなとか思うんだよ。いや、そうなんだ、ね。グレーも行く？グレーもちょっと一応。そうだね。いろいろ着てみて、いろいろ着てみた方がいい。でもこの日本っていうのがいいですね。日本の、その、しかも三大ムーブの産地だったっていう。見てこの、この感じ。はい。動きやすさどう？すごいこんなにしっかりしてるのに動きやすい、ね。グレーも似合うね。グレーいいですね。グレーよりもモテそうだね。いや、悩みますね。どうしようかな。どうしたらいいですかね。いや、わかんない。でも僕はまだ3枚買いましょうかね。うん。3枚買ってきて。3枚買って、3枚こう、重ねてきれば。ありですか？いや、なしな。トーンにもならないです。難しい。でも、どう？あったかい。あったかいし、はい、軽いし。軽いし、動きやすいし。動きやすいし。うん、ちょっとネックだったら、ね、やっぱコート着ると、ガサガサするじゃない、うん、うんうん。これってパーカー OK？ 全然大丈夫。そうすると、肉厚じゃないですか、うん。だからこの辺がこう、うんうんっていう。あ、動きづらい。なんとなく動きづらかったり、重たかったり。でもこれは？これは軽いし、動きやすいし、買いたいです。これはもう欲しいです。ちなみにこれ、愛知県の一宮の外っていう有名な会社があって、そこがウールジャージとか宿泊を、はい、まあ、素材とかをね、整理する工場なのね、ここ。有名なの。それは例えば繊維とか糸から作ったりとかっていう、ものすごいちゃんとしてる工場なんだけど、で、そこで、その商品開発をするにあたって、ビラーレの新藤さんって有名な人がいるんだけど、ファッション業界で。その人が技術開発の部門にもちょっとかなり携わって、はい、それが、そう、こういう風に縫製したりとか、この形こうした方がいいとか、まあいろいろディレクションを一緒になって、今入ってて、みんなで作ってるブランドだから。だから、もうすごい形も綺麗だし、素材もいいし、なのに価格がおかしい。おかしい。価格がおかしいですね。そういうことでちょっと悩んでください。悩みます。3つ買ったら18万円ぐらいですね。そうそうそう。20万円ぐらい。そういうことだよね。はい、でもそれも、信じられないぐらい。はい、ちなみに、この外っていう会社も、まあ、世界のトップブランドからも仕事が依頼される会社なんだよ。そうなんだよね。だからこの価格っていうのはありえないわけですよ。日本ってすごいですね。日本すごいよね。だってデニムとかもそうじゃん。はいはい。岡山さ、有名じゃん。あれも、世界のトップブランド大体作ってるの岡山だもんね。それだ。すごいですね。ということで、日本の技術悩んでください。はい、コートどうする？どれが似合ったか、多分、コメントで聞いてみたら一回。そうですね。どれがおすすめですかみたいな。すいません。どれがおすすめか、もしよかったらコメントいただけたら幸いです。はい。よろしくお願いいたします。はい。ということで、もう散々悩んでるみたいなんで、今日はこのまま悩ませたまんま終わろうと思います。はい。はい、ということで、ミニマルワードローブの YouTube、登録の方もぜひよろしくお願いします。そして、Instagram の方も随時いろいろやっておりますので、ぜひ登録の方もしていただけると嬉しいです。ということで皆さんまたお会いしましょう。それでは今日この辺で。